皆さん、ご覧いただきましてありがとうございます。大島使いも121回目ですね。120回突破。今回はですね、宇沢経済学ですね。日本の農業の問題と、宇沢さんがその中で発見した新しい日本の農業の姿をですね、模索した一つの企画があったんですね。それを軸にしながら、宇沢経済学というのが社会共通資本の中で農業というのを位置づけていったという経緯があるんですが、それをですね、宇沢さんが気づいた。きっかけっていうのが実は成田闘争というのがあったんですね。今の若い方はあんまりご存じないと思うんですけども、国際空港の成田空港ですよね。あれが作られる時にですね、その土地をめぐって三里塚という村があったんですが、そこの農民の人たちと政府とでものすごい戦いがあった。死者も出た。日本のですね、政治史を考えるときに非常に重要なものでもあるんですけれども、その仲介役を宇沢さんが頼まれたんですね。で、宇沢さん最初はですね、渋ったんですけども、頼まれると本当に真面目にとことん考えて、それで日本の農業の問題点はまさにここにあるということでですね、それで三里塚の人たちと一緒に新しい村を作ろうという運動を始めるんですね。もう40年以上前の話ですが、この考え方が今まさに日本の農業の中に必要としている考え方だと。考え方というよりも経済学ですね。もう一回私たちは学び直さなきゃいけないかなと思いまして、今回はやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。それではみんなの宇沢経済学その3です。宇沢教授がですね、アメリカから日本に帰国してですね、日本の現実にぶち当たるわけですね。そこで新しい宇沢経済学が形作られていくために大きな2つのきっかけがありました。その1つは、前回ありました水俣病ですね。水俣病の現場に入って、宇沢さん、宇沢教授は、あまりのひどさ、それは宇沢さんが言っている自然環境資本、それが無尽蔵に使われ、汚染され、人間の健康自体がもう顧みらず、一企業の利益のために全てが犠牲にされているという、この現実を目にするわけですね。それで、これを良しとする経済学っていうのも、これは経済学じゃないと。それはもう外部経済っていうものを見事に外部化して顧みない、こんな経済学はないということ。そこで宇沢さんは社会共通資本というのを元にして新しい経済学を作んなきゃいけないということを一歩踏み出していくんですけれども、そのもう一つですね、宇沢さんが新しい経済学の中で考えていた農業ですね。農業というものが一つのこれの人間の営みの中でいう社会共通資本として極めて重要なものであるということをですね、宇沢さんが言い出すきっかけになったのが成田空港反対運動に宇沢さんが関わったからなんですね。その、成田空港ですけど、皆さん海外に行くときには成田空港を使うわけですけれども、今ね、あちこちに国際空港ができましたけれども、1960年代ですね、羽田が唯一の国際空港だったときにですね、いっぱいいっぱいになっちゃったわけですよ。それでも狭いと、どっかにまた新しい国際空港を作りましょうという話になったわけですね。その時にですね、いろんな日本政府は間違いを犯すんですけれども、この時も本当にひどい間違いを犯したんですね。それは空港というですね、一つの社会インフラ、その機能をどういうふうに将来的にも何が必要でどうしなきゃいけないかということを全く、当時の官僚も政府も内閣も考えなかったのね。これ一つのね、地域振興の事業としか捉えなかったわけです。言ってみたら、千葉県の地場産業を作ろうぐらいの勢いだったわけですね。開発が遅れている地域に空港を作って、そこに学園都市を作って、鉄道を引いて、それで千葉県の人口を増やして万々歳にしましょうという、まずそういう考えがあって、そこに空港を作っちゃったという。今考えたらとんでもない話。この考え方の違いが、後々ね、日本の経済に対してはものすごい悪影響を及ぼすんですけども、当時そんなことをこいつら考えちゃいないというところから始まっちゃったわけですね。広い土地があってですね、それで簡単に手に入ればどこでもいいやという。じゃあどこにしましょうかということだったわけですけれども、当時ね、皇室の御料牧場っていうのは三里塚に広大な土地があったんですね。御料牧場ですから馬がそこに飼われていると。で、それを天皇陛下に言って、すみません、ちょっと飼えますと。これ那須に飼えますからよろしくねと言えばそれで済むかなっていうふうに簡単に考えたわけだね。それ以外にもですね、その空港予定地になっているところには開拓部落というかですね、三里塚の農村があったわけで。ここの人たちもですね、戦後に入植した人たちですから、そんなに土地に対する執着もないだろう。どうせ、言ってみたら百姓がですね、百姓だよねって言ってるわけだよね。他の土地を渡すから、立ち退けといえば、黙って立ち退くだろうというぐらいに、考えてたわけだ。
ところが、三里塚の農家の人たちは絶対反対だと。自分たちがどれほど苦労してこの原野を切り開いたのかと。それを一言の相談もなく勝手に空港を作るから立ち退けとは、それは冗談じゃないというふうにですね、まず農民の人たちが立ち上がるんですが、今考えたら当たり前の話でね、一言の相談もなく突然新聞に三里塚空港建設決定とかね、即測量とかって誰にっていう話になるわけですよね。まあそれで本当にこれがですね、まあ当時の内閣も日本政府もそれで済むと思ってたっていう、これが時代だよねというふうに言ったらそれまでなんですが、もう民主主義もクソもないわけですね。お上が言うことはもう黙って聞くのが国民であるぐらいに思っていたわけですが、それが突然の強い抵抗にあっちゃうわけですよ。で、時はたかもね、1960年代、新左翼運動、日本の左翼運動っていうかね、それがもう最盛期の頃ですよ。本当にしかし、当時の官僚もそうですが、時代を読めない、時代の空気を読めない、自分たちの独善で物語を進むという、それに対してですね、普通だったらあれだけ審査役の人たちが政府に対して反対しているんですよ。もうね、それはもうもっけの幸いじゃない。今度はまさに民主主義の手続きがもう損なわれていてですね、私有財産権が侵されて、で、それで人権が踏みじられてるったら、それはもっけの幸いでみんな来ますよね。ここはもう審査役がそれを支援するわけですよ。で、まあ、成田闘争っていうのは実は空港反対闘争であり、農民闘争であると同時に左翼の反政府闘争になっていくっていうことが、もうそこで起こっちゃったわけね。それ農民の人たちもやっぱりですね、ものすごいやっぱり強固な団結をしますから、そこで審査役の人たちがその農民の人たちに率いられていくっていう、ね、まあ、精神的な指導者として農民の指導者がなるんですけど、こういったドラマがどんどん生まれてくるわけですわ。で、その中で死者も出て、国もメンツがありますから、ほぼメンツですよ。俺たちの決定に対して何を言うかてめえらはーっていう形で機動隊をドーンと入れるわけですね。その機動隊に対して審査役の人たちが戦うという。本当にね、当時ね、後藤田ですよ。後藤田さんですね。警察官僚の後藤田さんが、まあ、警視庁の長官やっていて。で、それで言うんですが、後にね、宇沢さんと後藤田さんはまあ親友になるんだけど、その時に後藤田さんが言ってるんだよ。ひどいと。とにかく、つまりは、あの時に命令だから、国の命令だから俺は警官を入れたよと。だけども、それによってね、本当に農村を壊し、農民の人たちを傷つけてしまった。これによってね、警察の威信は地に落ちたんだ、というわけですよ。それでね、もう一回ね、通産省やね、運輸省の官僚が三里塚で人々を傷つけろと言ったら、俺はまず最初に、あの運輸省をやってやるっていうぐらいに、後藤田さんも怒っていた。国民も怒っていたわけよ。その時は。もうそれをご利用しにしたのが、まさにこの国交団とね、当時の内閣ですよ。それと運輸省ですよ。これは未だにね、この人は万死に値するぐらいの罪を犯したと私も思います。それによってね、あれだけの闘争が起こってしまった。それはもうね、その人たちの間違いで。最後は彼らもごめんなさいって言ったわけですよ。反対同盟に対してね、言ったんですけれども、とにかくひどい闘争になってしまったということです。でも、1978年にでもゴリ押しでね、人々の命をかけた戦いに対してですね、機動隊を使ってゴリ押しで空港を作ります。まあそれによってですね、やっぱりできてしまった空港ですから、その後の闘争っていうのがどんどんと分裂していくわけですね。それで、戸村七作さんというですね、本当にカリスマ的な指導者が亡くなってですね、で内部分裂をします。そうなってきた時にね、やっぱりもう審査役の人たちも手を引いていくんですよ。そうすると農民たちが残りますよね。農民たちをじゃあどうするのか、このままでも戦い続けるっていうことは自分たちのできない、できないわけです。どっかで政府と手を打たなきゃいけない。そういう形の中で、石毛さんというですね、当時の三里塚の芝山の町会議員だった人ですけれども、彼も含めて、ここでね、地域振興のためのシンポジウムを開きたい、公開シンポジウムを開いて、そこでこの闘争をね、どうやって終結させて、ひどい仕打ちを受けた農民たちに対して、国はどうやって保障していくのかと、そういうことをシンポジウムをやりましょうということを提案して、あ、それはいいですね、やりましょうというふうに政府はなって、で、そこで政府もですね、反対闘争の人たちに対して自分たちの過ちを認めて、ごめんなさい言ってですね、そこでなんとかお互いに違う形のもので解決しましょうぐらいのことがなった。この時は宮沢政権ですね。宮沢政権で後藤田が副総理だった時。後藤田さんってね、すごく誤解されてるんですが、非常にそうではなかった人なんですね。その辺は宇沢さんちゃんと分かってて、その時に政府側の仲介役としての東大教授が出てくるんですけれども、反対同盟の側の教授が分かりました。反対同盟のために私が仲介役を取りましょうという人が一人も出てこなかった。
これ見事、日本のインテリというか、日本の知識階級の人たちがいかに権力に対して弱いか、そしてきちっとした物腰で物を言えないかということ、それで宇沢さんがどうしてもという形で担ぎ出されちゃったんですね。で、宇沢さんは最初はわーって言ったんですけれども、ああいう性格ですから一旦引き受けた、とことんやっちゃうわけですね。1991年からこのシンポジウムが開かれて15回開かれましたけど、宇沢さんはもう本当に真剣にそこでやるんですね。その時に宇沢さんが考えたのは、そもそもの戦いそのものは一体何だったのか。土地をめぐる戦いであるということは、私有財産とそれから公共性というものがどうやって折り合いをつければよかったのかというところから考え始めてね。その中でコモンズっていう、つまりは私有財産でもない、そして公権が震えるものでもない、もっと中間的な、もっとニュートラルな土地を管理してそれを使うやり方があるんじゃないか。それをコモンズっていうふうな概念で規定したんですね。それは協同組合でもないし、で、その中で人間たちが脳という人間の営みとして一番自然の中で物を作り、考え、一人の人間が人格としてそこで持続可能な農業をやっていくための一つの何が必要なのかっていうことを考えていったときに、宇沢さんは三里塚農舎っていうことを考えるんですね。その時に宇沢さんがまず考えたのはここです。本質的に比較不可能なものを市場経済で競合させてしまったのが、この三里塚闘争も含めて日本の農業を間違わさせたことではないのかということを、まず宇沢さんは経済学的に考えるわけですね。経済学的に考えた時に競合不可能なものってのはどういうことなのかというふうに考えるわけ。そうしたら、工業というのは人間が労働力として商品化されていくわけですよね。人間が人格として労働者としてですね、自己損害になって、資本主義の論理に従う、これはもうしょうがない、いうことなんだけど、農業っていうのは一人の人間として独立してるんだよ。で、仕事の計画作業を自分の思い通りに進められていくよ。それとも自然のサイクルに従うんだよ。そうすると自然と共生する生態系をその個人の努力によって保存するという、そういった重要な役割が農業にはあるんだ。工業のように生産効率とか追求とか大型の機械化とか、そういったことで比較されるものではない。だから工業と農業を労働生産性であるとか利益であるとかという、そういった市場経済の中で比較するのは大きな間違いだった。これも経済学的に間違いだ。なぜならば商品を基本的に個人の事業がそんな大規模な工業に対して生産効率として戦えるわけがないじゃないか。そもそもそれは間違いだよ。その一緒に比較するのはと。ところが当時の日本の政府はこれを同じように比較して、農業も工業のように生産性の高いものにしなきゃいけないということをですね、農業基本法というのを作ってそこでやるわけです。これがもうまず最初の間違いだ。高度の成長が期待できるもの、労働人口がどん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 、まあ、移動しますよね。低成長ですから、農業の場合は。それで、今の日本農業の引き受けがないとか、それから経営規模が、いろんな問題がありますよね。それをすべて工業の論理で切り分けていって、農業を否定してきたということなんですよ。それで国際分業によって、農業はもうほっちらかしにして、工業だけ立国してやればいいやという、まあ、政策をずっと続けてきたのが今回だということは、これも皆さんよくご存知のところですね。で、そうやって日本の農業を衰退させておきながら、ましてや今度は自分たちの土地まで取り上げるのかということで三里塚の戦いが起こった。で、それで宇沢さんはですね、そうではないだろう。それは農業の子ではなくて農村というコモンズ。コモンズが全体としてどういうふうに社会に貢献できるのか、地球に貢献できるのか、そのためには何ができるのかということをですね、宇沢さんは考えたわけですね。で、その中で森林であるとか、河川であるとか、耕作地であるとか、大気であるとか、そういう社会共通資本の中の自然ですね。自然資本を共通にコモンズとして利用しながら、単に農業だけではなくて、行政、コミュニティ、その人々の教育であると、そういったもう生産から加工、販売、研究開発を有機的に統合的に実行する社会組織として機能する会社組織、いう、まあ、法人ですね。それを作ろうということをね、成田でやろうとしたんですよ。それで成田の農村の農民の人たちもね、最初はそれいいですね、宇沢先生やりましょうやりましょう言っていたんですが、実はここに裏があったのね。成田の人たちも分かるけどそこまでっていう、まだ時代意識が全然追いついてなかったんでね、彼らとしては政府とどうやって
この成田闘争を終わらせて滑走路、これから B 滑走路、C 滑走路できるんですけどね、それを取引材料にして B 滑走路を認めるから C 滑走路の土地を返せとか、まあそういった交渉をしたかった。そういった政治交渉の中に宇沢さんを入れ込みたかったんだけど、宇沢さんは真面目だから、そこでもって農業の本質論でからね、こんな提案をしたわけですよ。で、誰も反対できないんだけど、やりたくないんだよね。もうひどい話さ。で、それで、宇沢さんが本当に一人で、ね、政府に対して掛け合って予算までつけて、運輸省とかね、で、それから農水省とか、後藤田さん、当時の後藤田さんに全面的に支持を得て、予算までつけておきながら、成田の人たちがやらないっていう返事をしちゃったんだ。今考えたらこれは本当にこれからの日本の農業はこうならなきゃいけないというモデルがここにあったはずなんだよ。それがまだわからなかった。30年前にはまだわからなかったんだね、成田の人たちも。宇沢さんは本当にそこで失意に陥るんだよね。もう最後に力を振り絞ってやった事業が、言い方悪いけれども成田の人たちに対してから捨てられてしまったんだけども、それは今この宇沢さんの三里塚農舎という考え方、これは本当に日本の農業のこれからを考えたときに、私がねずっと実は14歳からの主人の中でも農業に関しては何回も何回も問題提起をしているんですが、これとぴったりなんですよ。本当に宇沢さんが考えたことそのものなの。それが経済学として、経済学者としてここまで考えているということは、すごい私たちにとってみてもね、これからを考えたときに力になるということですね。谷宇沢さんという人の先見性と経済学者としての力、惜しかったな、実現させてやったかったなっていうふうに今して思います。宇沢経済学その3は成田闘争と農村でした。ありがとうございました。